に腕を貸しした書きくけこんなにも刺しすせソフトクリームゴーゾロップで。はい、皆さんこんばんは。シャルティアブラッドフォールン役の上坂すみれです。よろしくでありんす。イエイエイ。皆さん心の準備はいいですか？え、どんななんですか？いきますよ。ダン。あ、これはあれですね。あ、伝わります。ちゃんとスタッフオブアインズウルゴンです。素晴らしいでありんす。さすがでありんす。アイン様さわしになりたいでありんす。最高だなこれ。なんていう完璧な日にち。ちょっとね、一筆一筆の無駄もありません。喝采してくださいね。ダーン。小ヤギさんです。あそこですね。でアリス小ヤギさんです。素晴らしいです。アリス様、いや、シブニグラスの小ヤギさんです。そうですよ、そうですよ。すごいでアリス。それでは皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。今回はオーバーロードの感想、私たちへのメッセージなどを募集したのですが、一つだけ条件をつけておりました、うん、その条件とは SNS 時代にふさわしくメッセージの内容を140文字以内に収めるというものでした。ほうほうほう、はい、まあ、ここにいらっしゃるキャストの皆様は思考の御方なので、うん、このね、人間どものクソ長い文章など読んじゃおられません。過当な生き物のダラダラ長いお便りなんて読んでられませんので、短く短めに、はい、処理させていただきました。なるほどなるほど。ありがとう。確かに、なんかコキュートスってなんかいい人だなってすごい思いました。武士です、ね、武士ですよね。武士ですからね。全裸だけど。そう、全裸でした。そうだ、私知らなかった。全裸、全裸ネタね。でもなんかリザードマンもすごいかっこいいですよね。最初なんかやっぱり絵面だけ見ると結構ギョッとしたんですけど、うんうん、なんか本当になんか男って感じがして。そうなんですよね。リザードマン、そう、ね、かっこよさがね、際立ってるんだよね。リザード満足の女子もすごい、うんうん、なんか高潔な、うん、なんか気丈な女らしさがあって、ねね、なんかリザードマン編をやるよみたいな予告があった時、うん、ファンの人たちがどうやって絵にするんだみたいな感想を見てた気がするんですけど、うん、すごい、あんな風になるんだって。あれ、アニメーターさん描くの大変だっていうからね。そうですよね、うん、で結構2人のウフフなシーンとかもあったりしたじゃないですか。今ちょっと長くなシーン。そう、リザードマンのウフフなシーン、そうそうそうなんですよ。それもね、じゃあ明日見られるっていうことですよね。そうなんです、ウフフなシーン、うん、ぜひぜひそこもこう、ね、ご期待でございます。みんなウフフになっちゃった。ウフフウフフって。そうそうそう、そうなんですよ。アニマルビデオじゃないよ。アニマルビデオ。アニマルのウフフなシーンがね、お楽しみにです。お楽しみに、はい。